悲しそうにナポリタンを前にする人っているんですね。はい、やっと次のです。前回ちょっとチャレンジしたこのチャップマンさんの、うん、この前が 900g やったっけな。そうやね、はい、ロッコさんのロッコさん、うん、でも今回一応マックスのチャモランマに、うん、挑戦しに、そう、倍 2000g どれぐらいの迫力かをやっぱちょっと体験するためにやってきました。はい、甘めケチャップのオムナポと塩味の効いたタマペペ 2000g の大容量ペタマの今日もらん守りです。よかまされまーす。アップにしたらすごいですよ。なかなかやな。うまい、うまい、うまい。やばいわ、マジの。こっちすごいぞ、絵力。だから言ったよ。いやこの間の YouTube 見させてもらって、ありがとうございます。もう無理みたいなことを言ってたから。これこんなエゴいもん来るんですね。いやもう食べきります。あの時の僕らとは違うんで。もうすごいね、取れない。これすごい。あ、ちゃんと美味しいやん。どう、うまい。あとは時間との戦い。卵開けたらマジパスタ界のもんじゃが現れたもん。構えますけどね、今から飲んで。はい、ハジボールで。ハジボールで。はい。捕まえられへん。捕まえられへん。逃げる逃げる。あんなだらけやもん。あ、誰があったらけやもん。ハジチョイス。美味しいは美味しいね。うん。美味しいは美味しいけど、2キロ行くんやったら他の味の方が良かった。俺、そうやね、結構な、前多分、六甲さんで濃かったなってめっちゃ思い出す。だからそれを最初に言ったって思い出して、うん、いや確かにこれ前の練習は目玉2個かなと思って。なんで登頂始めてから言うんそれ。味変っていうのすごい大事やねんけど、まあ、やっぱ気分っていうか精神的なところで、はい、あれ変わらんぐらい濃いのよ。こいつ、もうこいつを変えることはできへんっていうような確固たるその芯の強さがあるわけね、ペペ玉には。すごいすごい、これってすごいな。結構2人前以上あるな、これすごい。2人前以上だと時間制限はないのでね。それはでかい、ほんまに、うん、まあ最悪水とかも飲みながら、最悪火がくれる可能性もあるけどな。また出たら真っ暗の可能性。チョモランマに火が沈みますか。火が沈むか。大丈夫ですか。はい、まあ一人ヒゲボーボーなってても。そんなに何ヶ月経ってるんですかそれ。早い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 。電車乗ってショッピングして帰ろう。余裕あるな。余裕あるやったら食うてくださいよ。いやした方がいいと思いますけどね、多少はね。多少はうまっ。実はうまいっす。そのお客さんに一回手伸びて。いやいや、そこまでして見さすもん、今の。なんで止めたして、うん、ほんまちょっと待ってよ。ほんまマジでみんな聞いて。ああ、うん、なんだ。水うまっ。一緒のことやんなよ。時間使って。腹いっぱいじゃないけど、もう食えんもん。いや、ごめん、減ってんな。減ってる減ってる。頑張れ。いや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 、もう完全に放棄ですよね。今はもうゴメス応援するのみ。ほんま結構今極限ですか。マジでほんまにあの感じ、俺カルピカルピよりカルピとか
マッチョの感じ。こんな悲しそうにナポリタン前にする人っているんですね。ナポリタンってやっぱ割とテンションがね上がってるんですけど。めっちゃ美味しかった。で、3段は無人発電所で、クーラーの、クーラーから。聞いてな。これ、鹿児島。ここにフリーザーおんねん。ほんで、あ、ポケモンの方か。ほんで、3段は無人発電所で、聞いてな。ミュウツーは花の洞窟で、じゃあファイヤーは一体どこでしょう。この炎系なんだ。この、そう。火を使うとこ。火葬場とかじゃない。何やろ、概念。火にしまでしかないのに概念として。ポケモンで火葬場。あ、抜いた。さすがに確認してもらって満点のビフォアやんけこれ。頭皮に優しくアフターないねこの状態。いやほんまに両方でアフターやねんな。どっちか企業側が探してるよ、ね、アフターやねんってこれ逸材やん。双子島やねんこれ。同じこと言ってるさっきから。まあこの双子島にはフリーザのサンダーは無人発電所、ごめんミュウツーが花田の動物、原田の動物、花田か、うん、よかったな。ファイヤーはどこにいるでしょう。火葬場。同じボケしとる。全く同じボケじゃん。マジすげえな。あ、うん、来ました、イエーイ。富士山からやったんや。あ、マジっすか。ちょっとロッポが行ったから行けるかなと思っちゃって。気分はもう悪いですね。じゃあ、いや、行けると思ったんですよね、もっと。死ぬー。